皆さんこんにちは、白熊ななみんです。毎月やっているバレットジャーナル、今月も書いていきます。バレットジャーナルとは何ぞやという方は、白熊ななみんの再生リストにバレットジャーナルがありますので、そちらをご覧ください。毎日を充実したものにして自分と向き合うためのノート、バレットジャーナル。12月はどう過ごしていこうかなということで、まずは付箋にどんな風に過ごしていきたいかをざっくり書いていきたいと思います。12月、皆さんはどんな風に過ごしていきますか？私はやっぱり1年の最後の一月ということで、毎日より充実させていきたいなと思っています。そして1年を振り返って、来年をよりよく過ごせるようにしていきたいと思います。さて、付箋に書き終えたら見えるところに置いて、いよいよノートの出番です。私はいつも下書きなしの一発書きで書くようにしています。よく一発書きをするときに気をつけていることは何ですかという質問をいただくんですが、もうこればっかりは絶対に間違えないという強い気持ちを持って書いています。仮に間違えてしまったとしても、まあそれをうまくごまかせばいいという気楽な感情もね、こうあるといいと思います。あとは何より、こう迷いのない線というのは日頃やっぱり練習していないと書けないと思います。なので私はいつもたくさん絵の練習をして、少しずつ自分の絵に自信を持ち、一発書きをする前は、私はあれだけ練習したんだから間違えるはずないという強い気持ちを持っていつも絵を描いています。参考になったかな？さてさて、今月のバレットジャーナルのメインイラスト、まずはディッセンバーという文字を左上に書いてみました。クリスマスということで、ちょっとリボンみたいなフレームです。イラストの方はオリジナルキャラクターの白熊ななみんとお芝様。今回のテーマはこの2人がサンタさんの役で、プレゼントをね、たくさん準備しているというイメージで、今リボンをこうやって結んで、よし準備完了という感じの絵にしてみました。右上にはちっちゃく12月25というカレンダーを書いて、クリスマス当日の夜をイメージしています。いかがでしょうか？キャラクターやプレゼントなど、ざっくりとした輪郭は太いペンで、細かい柄などは細いペンで描いています。メインのイラストを描けたら、その下にはマンスリーログという細かい日付を描いていきます。ここでは数ヶ月前に日付と曜日が1日ずつずれていくというめちゃくちゃ大失敗をしたので、より慎重に誤字のないように気をつけて描いています。ざっくり予定を描いていきます。12月2日20デビューおめでとう、25日はクリスマス当日、12日か13日は YouTube ライブやりたいなぁと予定しています。またコミュニティ機能で宣伝しますので、ぜひそちらもご確認ください。よろしくお願いします。それではマンスリーログが書き終わりました。右ページに行ってみましょう。右ページには主に一番初めに書いた付箋の内容を書けたらと思います。まずは12月の過ごし方というタイトルを書いてみました。もっとこのタイトル大きく書けばよかったかなーなんて思ってます。そして大きく3つ、ジンジャーブレッドマンみたいな形と、まん丸の飾りみたいな形と、星型の飾りみたいな形を書いてみました。頭の中にイメージはできているんですが、今まだこれだけだと何のことやらって感じですよね。このページがどんなものになるのか想像しながら、ぜひ見るのを楽しんでください。まず左右にあるのはお家のカーテンのイメージです。そしてそのカーテンの近くにある大きなクリスマスツリーをメインに描こうと思います。クリスマスツリーの下にはたくさんのプレゼント、そして一番初めに描いたこの3つの形はクリスマスツリーの飾り付けというイメージです。
そして最初に書いた枠にそれぞれ目標を書いていきたいと思います。一発書きなのでやっぱりバランスがちょっと変だったりするんですが、まあ逆に言えば一発書きだけど割と綺麗に収まったという感じなのでお気に入りのレイアウトです。もしこの動画を見ている方の中で同じレイアウトでやってみようという方は、もう少しバランスよく書くために一つ一つのフレームをもう少し大きく書いてみると綺麗に見えるかなと思います。それではフレームの中に目標が書けたので、クリスマスツリーの他の装飾を書き足していきたいと思います。天使の飾り付けとか鐘の形の飾り付けとかキラキラを書いてみたりとか、クリスマスツリーの飾り付け、いろいろなものが書けるんじゃないかなと思います。今回はこんな風に線をいっぱい書いて、なんだかこう凝縮されたというか密度の高いイラストのページに仕上げてみました。なかなか色がない分、こういう風に線がたくさんあると派手派手なページになるんじゃないかなと思います。いつもと違ってなんだかいい感じですね。完成でも良かったんですが、なんだか空いているスペースを見つけたので、ちょっとかっこよく筆記体でメリークリスマスと書いてみました。まあこれなくても良かったかななんて思ってます。それでは最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。12月のバレットジャーナルのセットアップ、こんな感じにしてみました。ポイントは12月といったらクリスマスということで、クリスマスを全面に押し出したのと、あとは細いペンで細かい柄などを描きまくったことです。いかがですか？12月も充実させた月にしていくぞということで、チャンネル登録・高評価ボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、白熊ななみんでした。さようなら。